はい、こちらカワイモンドです。リアルご真実をぶちかます。はい、ということですね、今日も SSR セルティメンスの時間やってまいりました。こちら SSR セルティメンス代表カワイモンドです。全推進流唐津の検査会館館長でもあります。武闘と護身双方の観点から見ることができます。ぜひともよろしくします。よろしくします。はい、まずですね、テロップを見ていただきたいと思いますが、どうぞ。はい、ということですね、このような形になっております。ぜひともですね、護身講習、そして護身 DVD ね、ダウンロード、ぜひとも購入をよろしくお願いいたします。そしてスペシャル T シャツもあります。お願いします。はい、そしてですね、こちらね、すべて概要欄見ていただければわかると思います。そして、企業案件スポンサー等ございましたらですね、推進アンダーバー ryu@mahiyaku.co.jp ね、そして、サポートですね、こちらも受け付けております。ぜひともですね、寄付の方をしていただきたいと思います。世界羽ばたく SSR 皆様、ぜひとも応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで今日も始まりましたSSR セルティフェンスの護身ラジオということになっております。はい、これね、ちょっとまあ、ある事件が起きました。オーストラリアはブリスベンで、まあ、いわゆる殺人事件っていうのが起きたんですね。これがですね、いわゆるそのショッピングモールで、いわゆるギャンググループですね。まあ、言ってみればギャンググループですかね。ギャンググループがですね、お互いに、まあ、こう戦ってたと。喧嘩をしてたんですね。で、その中で、まあ、これね、画像しかちょっと見せられないですね。法的なこともありますし、私今オーストラリアの中にいるので、ちょっと動画的なものは見せられないんですけど、私のツイッターをちょっとリンクしておきますので、そこから見るとですね、ツイートのところからその動画を直接見ることができますので、その他の方が出している動画を見ていただければ、それで納得がいくと思います。なので、私の概要欄に貼っ付けておきますので、私のツイッターからそこのリンクを見ていただいて、動画を見ていただきたいと思います。いいですか。で、画像だけ載せます。いいですか。だけど、グラフィックコンテンツなので、ちょっと見せられない部分がございます。いいですね。ということなんですけど、まあ、モザイクかけました。はい。で、いわゆるそのブリスベンのショッピングモールで喧嘩になって、いわゆるその、まあ、一人刺されたっていうことですね。で、この動画を見るとですね、まあ、二つのグループが争っていてですね。で、一人小柄な男なんですけど、結構動きがいいんですよ。で、結構こう、なんていうのかな、相手を挑発してるみたいな感じで。で、もう片方のグループは後ずさりしてる感じですね。要はもうビビっちゃってる感じなんですよ。ね。で、このこちらの、この小柄なやつがいるやつ、ところのグループなんですけど、このグループにはですね、もう一人ね、大男がいましてですね、この大男は、まあ結構体格が良くて、この男がズカ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 と前に出るとですね、一人で、みんな一気に後ずさりするんですよ。もっともっと後ずさりしちゃう。だからメインはこのちっちゃな男と大男なんですね。で、まあ、ちっちゃな男は結構体の動きがいい。で、大男は割とこう堂々とした感じで前に進んでくるっていう感じですね。でですね、そのやっぱりグループは特に大男を見たらビビっちゃってるんですよね。もう体がでかいんですよ、すごく。すごい体がでかくて、結構いい体格してるんですよ、これが。なので、後ずさりを始める。で、小柄なやつもどん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 追っかけていく、みたいな映像ですね。で、その中で、パッと切り替わって、まあ、この、逃げてる方のグループ、後ずさりしている方のグループの男の一人、まあ、リーダーやと思うんですけど、その男が、ポケットからナイフを取り出すんですよ。いいですか。で、ナイフを取り出して、まあ、いろいろこう、挑発をもうこう出してこうやろうとしてるんですけど、ちっちゃなやつがなかなか結構いい動きでですね、ナイフとかパッと切りつけるのが避けたりするんですよ。なかなかいい動きはしてるんですね。だけど、もう一人の大男の方がですね、まあ、ズカ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 来ると、まあ、また後ずさり始めるっていうことになって、で、最終的に飛びかかろうとして、ぐわって接近、急接近をした時に、大男の頸動脈を一発だけですね。本当にチョンっていう感じです。見た感じそんなに深く刺さってるようには見えないんですけど、チョンっていう感じで、まあ、刺さったのかな、あの時にね。もちろん刺さったのかな。で、刺さったらですね、で、まあ、動きがピタッと止まっちゃう。刺さった時点でピタピタと動きが止まるんですよ。で、そのちっちゃな男は気づいてないからずっと追っかけていくっていう映像なんですよ。だからナイフで牽制しながらお互いにバーっていってる。小柄な男が、一人でなんか追っかけてるみたいな映像なんですけど、結局ですね、それがまた画面がパッと変わって、ね、すいませんね。ちょっとこれ難しいんですよね。本当は動画で一発で見ていただいたら何を私を言わんかしてるかわかると思うんですけど。とにかく動画を見てください。いいですか。で、パッと画面が変わって、その男をパッと撮るわけですよ。その傍観者なのか、第三者なのか、誰か撮ってるんですよ。その大男がですね、いきなりこう首のとグッと押さえてるんですよね。で、ずっと突っ立ったままなんですよ。で、なんだろうって言って見てると、頸動脈の部分を刺されてると思うんですけど、一回だけ刺されてるんですね。ちょんって刺されただけですね。大男なんですけど。まあ、それが血がビャーっと飛び出して、地面をバーっと染め出して、血で。で、そのまま、ドサンと倒れてしまって、動くなく、身動きをもうしなくなっちゃう。
動かなくなっちゃうっていう動画なんですね。まあ要は、まあその時にまあ亡くなったってことですね。まあ一瞬にして亡くなってしまう。いわゆるその頸動脈を刺されるとも一発で終わってしまう。もちろん頸動脈でなかったとしても、その体の部位によっては一瞬にして命を落としてしまう。で、もし、その、頸動脈とか動脈の部分でなかったとしても、徐々に失血をしてしまうと。失血をして、最終的には繊維を装置して亡くなってしまうということになります。ですから私が何を言わんとしてるかっていうとですね、ナイフに素手で立ち向かうっていうのは絶対間違ってるよっていう話ですね。はい。なので、まあ、この動画を見ていただいて、どれぐらい危ないのかっていうことですね。まず皆さん知っていただきたいと思います。まあ、あとはですね、オーストラリアはこれぐらいやっぱり危険な国だよっていう意味にもなりますから、これ見ていただいて、オーストラリアってどれぐらい危険な国なのかなって。まあ、これ結構あるんですよ。刺されました、撃たれましたって結構オーストラリア多くて。まあ、これブリスベンなんで、まだ治安はいいんですね。シドニー、ニューサウスウェールズ州全般、もしくはシドニーですね、特に、は、この日ではないので、まあ、ブリスベンみたいな安全と言われている、比較的ね、オーストラリアの中でも比較的安全と言われている場所でも、このようなことなんですね。なので、こうやってやっぱりギャング抗争だとか、まあ、ギャングの抗争って言ったらいいんかな。これ喧嘩だからな。喧嘩だからギャングっていう、まあ、言い方もあるんでしょうけど、オーガナイズドギャングみたいに完全な組織的なギャングではないと思うんですよ。なので、まあ、その辺のチンピラみたいな感じですね。まあ、こういった喧嘩っていうのは本当に頻繁に起こってて、普通に刺された、撃たれたとかって全然ここはありますので。はい。だからすごく危険な国に、まあ私もいるんですけど、まあ、誤信的にはね、私としては勉強になりますし、いいことかなと思っております。はい。ということで、はい。いかがでしたでしょうか。ですので、こういったですね、まあ私も過去動画いろいろ出してますけど、まあ今回のは、まあ結構、ね、もう、ズバッともう分かることじゃないですか。ああ、もうやっぱりダメだなって。やっぱり素手で立ち向かうのってこんなに危ないんだってことは分かる動画なので、皆さんもですね、ちょっと見ていただいて、やっぱりリアルってのを知っていただきたいと思います。ファンタジーってものを払拭してですね、リアルというものを心の中に根付かせて、そしてリアルなご真実を追求していただきたいと思います。はい、それではですね、今回はこれで終了いたします。皆様ありがとうございました。リアルご真実をぶちかます。